こんにちは、シャチパンです。さて本日の動画はインスタ360のウェブカメラのレビューをしていきたいと思います。実はこのカメラ AI を搭載した 4K カメラで、後で紹介しますが非常に多機能で現時点で最高峰のウェブカメラです。今回はこのカメラを余すことなく特徴を解説していきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。ということで早速やっていきましょう。皆さんはインスタ360というブランドをご存知でしょうか？インスタ360とは2015年に設立された企業で、360度カメラの開発と製造を開始、瞬く間にあの GoPro を抑え世界シェア1位となったブランドです。製品開発スピードも速く、多くのラインナップがあり、今最も勢いのあるカメラメーカーの一つです。今回ご紹介しますのは主力の360度カメラではなく、新しく参入したウェブカメラ、インスタ360リンクというカメラではありますが、単なるウェブカメラにとどまらず、同社のユニークな機能が多く搭載されています。今回は外観、画質、オートフォーカス、特殊機能、音質、気になった点、総評という流れでご紹介していきます。まずは外観です。はじめに目を引くのはその大きさです。小さいことが必ずしもカメラにとって良いこととは思いませんが、それでもこのサイズは驚きです。カメラ部分で実測横3センチ、縦2センチしかなく、奥行きも 4.5 センチと他社のウェブカメラと比較するとかなりコンパクト。この小さなカメラヘッドにもかかわらず、業界では大きめな2分の1インチのイメージセンサーを搭載しており、暗所撮影でも優れたパフォーマンスを発揮します。それから三軸ジンバルを備え、どんな角度からでも撮影でき、後でご紹介しますが AI による被写体を追跡する機能があり、その点でも相性が良いです。カメラの取り付けはこのように内蔵クリップでモニターに取り付けるか、4分の1インチの取り付けネジがあり、一般的な三脚に簡単に取り付けることができます。筐体はしっかりした作りの印象、高級感があります。 PCA は付属の Type-C の USB ケーブルをつなぐだけです。 Windows の標準カメラアプリでも使うことができますが、よりいろいろと操作したい方は無料のコントローラーアプリがありますので、こちらを使うと良いでしょう。次に画質です。いくらコンパクトでも画質がいまいちということであれば本末転倒です。今回はシャチパン手持ちのウェブカメラと比較してみましょう。フル HD ですが、これでも2万円ほどするウェブカメラで、決してそこらの安物のカメラではありません。するとこのようになりました。こちらはシャチパン手持ちのウェブカメラ、対してこちらがインスタ360リンクです。並べてみましょう。パッと見は色と解像感が違います。色はインスタ360の方が全体的に鮮やかなテイストで、くっきりした絵作り。特に人間の目が敏感な肌色の違いは大きく、こちらの方が好印象です。それから解像度も高く、髪の毛一本一本までくっきり見え、全体的なノイズ感も優れています。一方、映る範囲、つまり画角は狭めで、被写回深度は浅く、背景ボケはやや強めな印象です。ここらは好みでしょうか。画角を合わせて解像度の測定チャートを撮影してみるとこのようになります。皆さんのご覧になられているモニターの解像度や YouTube を介することでのデータ圧縮具合によっては、違いはそこまでわからない可能性はありますが、インスタ360の方がより細やかな線もしっかり白黒の線が見えており、改造しているのが肉眼でもはっきりわかります。カメラが本来持っている解像度性能以上のものを写すと、このように白黒の線が判別できないようになり、モアレが発生したりグレーとなります。
手持ちカメラの方は数字で言うとこの400というあたりまでは改造しているように見えますが、インスタ360は800あたりまで改造しているように見えます。パッと見ですがフル HD と 4K の違いの通り2倍程度は解像度に差がありそうです。色の比較はこのカラーチェッカーを写しベクトルスコープで比較してみましょう。突然何のこっちゃとお思いになるかもしれませんが、色の検査をする手段の一つで、映像にこだわりがある方ならおそらく知らない人はいない方法です。ベクトルスコープの見方は特に難しいことはなく、この園内はこのようにすべての色情報を表すことができ、現在の色がこの園内のどこにあるかを知ることができます。園の中心は無彩色、つまり白や黒で、角度によって赤や青、緑といった色を表現でき、中心からの距離が遠いほど色が濃くなります。この角度を色相、そして原点からの距離を彩度と呼びます。ベクトルスコープ上では赤、青、緑といった基準色は角度が決まっており、この角度からずれると色が別の色となっていきます。よく検査で使う色は赤、緑、青の基準色に加え黄色、シアン、マゼンタです。手持ちのカメラは全体的に赤、黄色系と青系の色が強く出るテイストの絵作りで、基準色で言うと赤はまだ良いですが、緑と青は随分と色相がずれています。特に緑系は少し青っぽく見えます。またマゼンタもピンクに見え違和感があります。一方インスタ360は全体的にバランスよく色が出ていますが、とりわけ黄色系が強く出るテイストでしょうか。基準色である赤、緑、青の色のズレもさほど大きくなく、肉眼の見え方に近いです。今回は室内光の下での簡易的な比較でしたが、インスタ360の方が色再現性は高いと言えるでしょう。また暗所にも強く、部屋を暗くしてモニターだけの光源でこの差です。パンダがややホラー味見ていますが、インスタ360の方がかなり明るく描写されます。それから HDR にも対応しており、このように明るく白飛びしていた映像の情報がきちんと再現されます。ただしこの設定はフル HD の時のみ有効で、 4K 時は選ぶことができないことには注意が必要です。次にオートフォーカスです。オートフォーカスも比較していきましょう。これも一目瞭然。手持ちのカメラではこのようにピントが合うのに時間がかかりますし、時にはピントがなかなか合わないこともありました。一方インスタ360の方はというと、かなり早く、ほぼ一瞬です。このピントの速さすごくないですか。ウェブカメラでこのスペックは驚くべき性能です。続いて特殊機能です。専用のアプリから様々なことができます。4つほど紹介します。まずは AI 追跡です。フレーム内の人物の存在を検出し、三軸ジンバルで移動しながら追跡し、フレーム内に収めます。パンダの顔は認識できなかったので追跡できませんでしたが、このようにかなりの範囲カバーしており、正確な追尾をします。ジェスチャー操作も可能で、パーでオンオフができます。続いてデスクビューモードでは、カメラを45度の角度で瞬時に下を向かせることができます。ビデオ会議中に何かを素早く表示させたりするのに使えます。似た機能ですが、オーバーヘッドモードというモードもあります。こちらはカメラが90度真下を向きます。モニターにつけての運用はできませんが、初めから手元を映したいということであれば、斜めからではなく上から撮影できるこちらの方が良いでしょうか。ただ単にカメラを下に向けると、このように上下左右が反転してしまいますが、しっかり補正してから映像出力されます。最後に
ホワイトボードモードです。付属の4つの認識マーカーを隅に貼ることでホワイトボードを検出して画面全体に映すことができます。ピースのジェスチャーでオンオフを切り替えることができます。はい、みんな注目、ここテストに出るぞ。家電のことならシャチパンチャンネル、今日の放課後までにチャンネル登録といいね済ませておくんだぞ。いいか、チャンネル登録といいねだ。大事なことだから2回言いました。お、ちょうど時間か。それじゃあ今日はここまで。いいかみんな、東大へ行け。それ以外にもジンバル操作やズームをはじめ、明るさやホワイトバランス、コントラスト、サイド、シャープネスなどが直感的に操作ができます。設定を保存しておけばワンクリックで元に戻すことができ便利です。アプリを使用しない場合でも前方下部がタッチキーとなっており、ダブルタップすることでカメラを中央ポジションに向けることもできます。またカメラの解像度はここで操作でき、フレームレートは最大で 4K 時は 30fps、 フル HD 選択時は 60fps となります。ポートレートモードではスマートフォンに最適な映像サイズで撮影ができます。操作しない状態が10秒続くと、プライバシー保護のため自動的に下向きになるのも嬉しいポイントです。次に音質です。ウェブカメラなので音質も重要です。早速比べてみましょう。今話しているのが手持ちのウェブカメラです。どうでしょうか。今まで専用のコンデンサーマイクの音だったので、かなり劣化したように聞こえるかもしれませんが、一応聞く分には問題ないレベルかと思います。そしてこちらがインスタ360です。どうでしょうか。コンデンサーマイクの音質にはかなわないまでも、先ほどのウェブカメラよりクリアで、かなり聞き取りやすいのではないでしょうか。映像は良いのにマイクは残念というウェブカメラも中にはありますが、この音質であれば問題となることはないでしょう。続いて気になった点です。まず一つ目が価格です。本機は税込みで 45,800円となります。本格的な 4K カメラにジンバル、AI 制御などいろいろとついており、決して安いとは言えない価格となっています。これ1台で大体何でもできる点は素直にすごいと思うものの、ホームページでもあるようなプレゼンや授業に特化したものが多く、それを活かせる人が限られるかもしれません。単純にカメラだけの性能でいいって方にはコスパは高くないかなと感じました。気になった点の2つ目は発熱です。モニターにつけて起動させていたのですが、あるタイミングで触った時に少し背面の温度が高いかなと感じました。暑くて全く触れないなんてことはありませんが、ずっと触っているとそれなりに暑いです。データロガーで測定してみたところ、温度にして47度近くはありそうでした。ただ本カメラは高温となると自動的にカメラがオフとなる保護機能を備えているので、そこまで心配する必要はないでしょう。最後に総評です。本機はウェブカメラの中では最高峰の画質で高機能、そして価格も高めです。ちょっと友達とリモート飲みがしたいとか、ノート PC のカメラだと画質が悪いからもう少し画質を良くしたいなくらいであれば、割高に感じてしまうかもしれません。逆に高画質な映像が好まれるオンライン授業やデッサンの会議、それから切り取りすることなくスマートフォンでライブ配信やショート動画をしたいというニーズは活用できる場も多いでしょう。実際に使用してみて、ウェブカメラってそこまで高画質なイメージはなかったのですが、そのイメージは払拭されました。現時点で最高峰のカメラかと思います。
肉眼で見えている世界よりもやや映えに振った今風な絵作りは見ていてとても印象がよく、いいか悪いかは置いておいて、この画質に一度慣れてしまうと今まで使っていたカメラがだいぶ低画質にすら感じてしまうこともあります。オンライン授業や会議でもう少し画質や動きが欲しい方や、ただ単純に高画質高機能なカメラが欲しいって方は、ぜひ検討候補に加えてみてはいかがでしょうか。ほー、いいなこれ。どこでもつけられるし、今度これでライブしてみよっかな。追跡しないか。お、あ、そうだ。お、すげえ、これでもいけるんだ。まだやってんの？あ誰